準備できました。なんとキャリーさんの服にはいっぱい秘密がありまして、ここは靴下の折り返し部分に入れる。なんとここはポロシャツを立ててここを止めて首を焼けないようにする秘策があります。あとはね、いろいろあったんですけど来たら忘れちゃったどうですか、コスプレ感満載です。頑張って。でもね、動きやすい。なんかゴルフで行きそう、全然これで。よし、頑張ろう。実はこのキャディー帽の中はヘルメットになってます。結構ねしっかりしてる、重さもある。でここをねお団子するというのが一応規則らしいです。でこれね、お団子がねだから難しくて悪戦苦闘してる。はい、こんにちは。こんにちは、さゆざところです。お願いします。今あのゴデマウエストで1年を終えるキャディーさんがいるということで、はい、インタビューを先にしたいなと思います、はい、自分がキャディーをする前に、はい、どうですか1年間こうやってみて、はい、ゴルフは知ってました？全然父がちょっとゴルフやってた関係で、はいはい、ちょっとは知ってたんですけど、そんな自分が実際やったこともなくっていう感じだったので。いや、わかんないよねすっかり慣れました。ちょっとずつ、たまになんかお客さんに質問されたことに対してあんますぐ返答できなかったりとかあるんですけど、そういうのもちょっとずつ慣れてきて、はい、お客さんが言ってる会話にもついていけるようにはちょっと入れるようになってきたかなそうですね、はい、やっぱ初めの3ヶ月、まあ、デビューっていうのはやっぱ結構大変。そうですね、大変でした。結構しんどかった。しんどかったですか泣いた日もある？あります。おちょっとそれ聞きたかった。いや、これ私泣くなと思ったんですよ。自分がこのキャディ研修やって覚えられないとか、この言えない時に何回も、はい、もう一回、みたいなもあるし、その、まあ、ファーとかも最初声出ない、ちょっと恥ずかしいっていうのありましたね、最初。そうだよね。なんかアドバイスとかありますか、今から出るにあたって。明るくなるほど、新人はね明るく乗り切るのが。分かりました。とりあえず明るく元気だけ、はい、頑張ってください。頑張ります、はい、ありがとうございました。はい、では早速ベテランキャディの小森さんと一緒にカードの使い方についてまずは勉強していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。だからあのカートまずあの安全を期していただかないといけないので、うん、カートの前にはセンサーがついております、はい、前のカードがオンになっていた状態であれば前あのこのカードと前のカードは反応しますが、その間にあの人は反応しませんので、そこだけは十分注意してください。あとまずカードの使い方からいきますね、はい、これは手動に切り替えるボタン、こっちは自動で押せば自動で動くボタンになります。で鍵ですけど、通常手動にしとくとあの手動運転で、自動にしとくとこれで自動も効くんですけど、ボタンを押すだけで。でこのノンストップだけはあの定点ってありますよね、あの途中にそれも走ってしまうんですよ、定点に止まりません。危ないですね。だからノンストップはダメです。ダメです、はい、で一番通常はこっち自動ですね。キャディの場合、ティーショットからセカンドまで運転していくので、その時は手動ですけど、セカンドまで行った時点でもう自動に切り替えて、そしたらお客様が運転してしまう時があるので、うん、危険につながりますので自動でお願いします。はい、はい、普通の車よりブレーキはすごく効くと思うので、はい、ちょっと運転していただくと分かるんですけど、離しても止まりますね、うん、アクセルを踏んでなければある程度の距離は走りますけど止まりますので、はい、では行きます。はい、レッツゴー。はい、あでちょっと離してもらえれば止まります、ね、止まりますね。はい、はい、そんな感じですね。大丈夫そうですかね。いい感じです。はい、はい、そんな感じです。こんな感じで、でブレーキ、はいはいはい、
左に行きます。あとお客様の車が多いので気をつけながら行ってください、はい、でもこれやっぱり結構初めて運転するどうですか子たちは結構大変ですよね。大変だと思う。でもおてんばの子たちは基本あの社会人になる時にも免許持ってるんですよね、はいはいはい、あの車がないと生活できないの で、 そうです、ね、免許は持っていきますね、はい、でもカートとちょっと違う、はい、そうですね。カートの方がかえって簡単なのかな。ぜひ左に行っていただきます。結構あの難関コースが運転のあれなんですね。あ、これなんかちょっとやばいよ。行きます。大丈夫、行けます。楽しいです、ね、楽しいですね、はい、バックの練習です。はい、ここをボタンを変えるとバックができる。ミラーがないからね、気をつけてね。右側で今度もう少しだけ今度左側でこっちに寄せる、はい、あ、そうです、あ、うまい。でもこっちか、後ろを見ていただいてもうちょっと下がります。 OK、 加減がむずい。あ、そうです。はい、一応こういう加減を練習するためにやってるんですね。こういうとこに、うん、大変だ。あのね、ハンドルがね結構重いから加減が難しいですね。まあ運転してるからまだいいけどって感じですかね、普段。お願いします。はい、これ本当にやるんですね。やります、本当にやります。もうちょっと長い時間やるね、はい、本当に。はい、で自動で送っていただいての、今度はそこでまたバックです。手動に切り替えてのバックで、カート出すときに必ずカートを出します。カート、はい、そうしないとお客様とか前にいると危なかったりするので、うん、カート動きますとか運転するときも動きますとか必ず声は一言かけるようにはしてますね、はい、カート出します、はい、OB が左にあれば右に立ってくださいねって、そしたら OB 見えますよって。その見えなきゃ困るのが OB 行った時に立って球どうぞとかそういうのがあるので、困る方向に正しく入った。両方セーフだったら見やすい方向どっちでもいいんですけど、前橋渡ります、手足を気をつけてくださいから始まります。狭い橋を渡りますので、はい、手足を気をつけてくださいとお客様の注意してください。あと後ろを振り向いてあのお客様がちゃんと乗ってられるかも確認お願いします。はい、はい、狭い橋を渡りますので手足に気をつけてください。はい、でお客様が乗ってるか確認して、確認し て、はい、じゃあ行きます。はい、おうおう、狭いです。はい、なるべくゆっくりお願いします。リモコンを持ちますか。リモコンをつける、はい、つける。どうしてる、落としそうだなと思ったらその紐も縛っていただいてもいいです。はい、すごい可愛いんだけど、やっぱさ、太陽のキャディーフが可愛いの。ピッて、本当ですかね、うん、可愛いってどうしよう。今ちょっと漏れるもん、なんかコスプレ感ある。コスプレ感あるって、だこの制服めっちゃ可愛いって言われますよね。可愛いよね、お客さんには言われますよね。これでプレイしたいと思ったの、さっきあ、よいしょ、レッツゴー。出します。今からみんなでパー対決をします。頑張ります。頑張ります。これでも本当最初声出すの大変だよね、絶対。さあ、アゲンストやばい。あー
って本当に入力がない。もう丸出し。早早いよ。私行けばいい。はい。よくできました。ありがとうございます。スピード勝負。はい、よくできました。失礼します。大変だね。みんな目つちに行っちゃった。またよろしくお願いします。はい、明日も。知っとかなきゃいけないことかな。あ、明日かまたあの紙に書いて、また一から説明させていただきます。大変だ。目つちやってる。さん、全然行きましょうか。はい、私を失礼する。YouTube の